はい、どうも肉痛と申します。この姿でお会いするの久しぶりですね。町工場声枯れちゃった。町工場というハイフワールド、謎解き脱出ワールドをプレイしていきます。作者の名前とかワールドについては概要欄に載せておきます。ということで早速やりましょうか。結構ね、すぐ終わる感じの脱出ゲームらしくて、ハイフワールドって結構やりたい時期がたびたび来るんだよね。だから今やってんだけど、多分サクッと2パートくらいで終わると思います。シングルプレイ限定、秒が8チャンク以上、はいはいはいと、配信等はご自由にどうぞと、 BGM などはありません、ありがとうございます。ということで、あ、書いてありますね、制作ケイズキさん。ゲーム開始でいきましょう。え、こっからもう始まってるってこと？ちょっと待てよ。あ、違うな。なんか落としてる。あ？あ？あ、動いてる動いてる動いてる。ほらほらほら、すげえすげえすげえ。あ。あ、待って、まずい！え、ヒント、シフトなんか押して村人と位置を入れ替え。村人と位置を入れ替え。村人？村人？あ、いた。中押ししてるよ。おい、こっちか。あ、シフトゲージ。あ、オッケーオッケー。そういうことか。あ、入れ替わった。あ、村人？え、なんで戻されたんだけど。ちょ、入れ替えて。え、脱出って聞いてたんだけど、これ違う？これ止めんじゃね？え、違う。この煙はなんだ？え、止まんない止まんない止まんない。村人死んじゃう。あ、これかな？あ、止まった。お前ギリギリで耐えてんな。村人を、よかったな、お前。え、なんだ？なんかまあ説明欄にさ、溶岩に落ちてしまう、誰か助けてみたいな書いてあったんだけど、これ入っていいかな。あ、ダメじゃねえかよ、最悪。これ押すと止まるから、うん、止まったね。村人が捕らえられてて、なんだこれは。この煙は何？吹き出し口、噴出口はロックされています。吸引口なんて読むんだ。まあ、こっから右から吹き出して奥に入ってって、で、ここを、ん？これ押すと、吹き出す位置が変わる。あ、一周してるわ。ほらほらほら。次、ここに来るでしょ。来たね。あ、なるほど。噴出口と吸引口を直線上にすると、こっからまた伝っていくんだ。あ、じゃああっち変えよう。なるほどな。そういう謎解きか。え？鎖。4メーターの鎖へ、ダークプリズマリンに設置できる。ダークプリズマリンか。だから、吸引口これっしょ？ 3 回転させればいいな。はい、もう1回。で、噴出してる。あ、なんか煙が出た。で、これで上かな？隙間とかってあんのかな？びっくりした。浮いた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 。めっちゃ浮いた、今。僕今、空飛んでたよ。ほらほら。ホライゾンかな？上へ向かう。ちょ、なんだよ。ふっ。オッケー。って感じか。アクション要素もあんのか。オッケー。楽しい感じね。まあ、このまま進んで。この部屋かな。うわぁ。なんか脱出、謎解きというか、パズルだね。このマップは。パズル性重視してそう。テラコッタ。これは？ない。意味ないかな。あー、ない。あ？上にランプがついてて、この通りに押せとかそういうことかな。あ、ん？なんだっけ？ダークプリズマリン。あ、違うか。あ、乗れる、ここ。まあ、多分だけど、このターゲットブロック。赤と白のターゲットブロックをどこかに置くんじゃないかな。で、そのために粘着ピストンを動かしてってことだと思うんだけど。で、このボタンは多分リセットなんだよね。で、あのテラコッタがよくわからない。なんであそこだけテラコッタがあるのか。で、この上にあるランプは絶対この下のね、ピストンの位置を表してるから、ボタンが、ん？ 1、2、3、4、5、6？ ん？ 5 か。5×5？ 上が 5×5 だから、まあそういうことなんじゃないかな。まあ、一旦このボタン通りに押してみようか。ん？え、どこにこれターゲットブロックを移動させたらいいのかわかんないんだけど。あ、積んじゃった。
あ、これ積んだっしょ。あ、いや、ここ押して、ここ押せば、あ、ここ。あ、難しい。あ、なんかバグっちゃった。はい、はい、はい。あ、無理か。え、はい、はいは？あ、いけるの？あ、そういうこと？で、ここ粘着ピストンだから？あ、どこかで扉の開く音がした。これ、上関係ないんじゃね？このさ、原木にターゲットブロックを置いていけばいいだけじゃね？まあ、いっか、一旦、やめよっか。扉が開いたらしいよ。あ、これだ。あ、この原木に対応した扉が開くんだ、多分。これは？これ、スイッチ押すとさ、またあの村人死にそうじゃね？あ、鎖がすべて接続されていません。僕の持ってるこの鎖のことか。あ、で、よく見たら、この下にもさ、原木あるじゃん。まあ、あれ関係してるよね。うん、これはあの、ダークオークの原木かな？え、絶対あのテラコッタ関係あるよ。ダークオークが開いてて、あ、ここ開いてなかったよね、アカシアの原木の部屋。アカシアの原木の部屋開いてるじゃん。落ちていいっぽいな。はい。うわー、これあったよな。あ、わかったわかった。これのレバーがさっきの天井を表してるんだ。ね、僕ちょっと覚えて。あぶね、シフト押しちゃダメなんだ、このゲーム。こことここと、ここはあった。で、ここもあって、ここあったっけ？なんかこんな感じだった気がする。あ、ちゃんと書いてあるじゃん。あ、多分これ逆だな。上下逆になってるな。あ、で、この部屋は赤の渦巻き、ロールケーキみたいなやつ。あ、ほらほら。天井レッドストーンランプ光ってるっしょ。はい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 。なんかあの、パズドラの盤面何コンボとか思い出すね。僕実はパズドラ、あの、ガチ勢で、ランキングダンジョン毎回何パーセントとか入ってたくらいやってたんですよ。っていうのはどうでもよくって、こことここと、ここ。1、2、3。1、2、3。って感じ？いやでも正解してたらテロリンってなるよな。ってことは、ま、違う部屋のランプもつけなきゃいけないから、一旦あれやろうか。こうじゃね？あ、これ合ってそう。3、2、4。これ合ってるっしょ。逆だね。あ？あ、僕逆か。こう見てたのか。あ？こう見てたとしても逆。左右逆か。で、他の部屋の扉の開けたいから、多分、あのボタン押すとターゲットブロックが戻んじゃねえか。ほら、戻った。で、このアカシアの部屋開けたから、今度は、ここにしようか。青い樹木だっけ？この状態で、OK。移動した。はい、ここですね。あー、4色のブロック。左に落とす。リセット。右に落とす。これ、あれ？天秤ってこと？一旦上記憶して、あ、これ覚えやすいね。左に落とす。あ？黄色？青？もう一回。緑？青？あ！あ、重さか、これ。待って待って待って。急にむずくなった。一回全部落とそう。黄色、青、緑、赤？え？赤。赤。なんかちょっと見えてね。見えてないか？赤だよね、これ。お、赤。もう一回赤来たな。なんだこれ。あ、もう落ちてこない。ここだけ落ちるってこと？あ、ちなみにここの部屋は、黄色い、ハニカムみたいな部屋だな。これ何？どういうこと？これ黄色でしょ？黄色が上がってる？白が下がってるってことは、こっち？青になった。青がここ下がってるから、ちょっと待って、ちょっと待って、一回リセットしよう。この黄色の、方向に向かってやってみる？あ、でも、青、どっちもあるな。黄色を浮かせるってこと？一回バランス釣りして。で、これで黄色浮かんでるでしょ？多分、鎖の長さが浮いてるとか沈んでるか関係してっから、青左に置くと沈む。こっちに置くと沈むだから、左には置けないってことか。右じゃね？で、次緑でしょ。緑を、どっちも沈んでる。困ったな、これ。
え、これなんで最後こっち下がらないんだ。あ、これあれか、単純に次何のブロックが来るかっていうのを正面に表してるんだ。だから次黄色が来るよってことね。いやでもとりあえずあのこのさランプ、これやりに行くわ。なんかヒントとか出るかもしんないし、まだ解けないのかもしれないし。あ、え、閉まってる。あ、いちいち開けないといけないのか。これで合ってるよね。手前が3で奥が2、残り1つの部屋。まあ、一旦ランプ灯してから考えるか。残るはこの、なんて言うんだろうな、赤い木だっけ、ネザーにあるやつ。押して押すと開くね。はい、ここの部屋は。トロッコ問題きたー。で、一旦ランプ灯したいから L 字と真ん中3つ。真ん中3つ。何もならないってことは、どっかの部屋が間違ってる。これかな。L 字と真ん中3つっしょ。あれこれ繋がってたっけ。あ、ちょっと自信なくなってきたな。何も起こらないぞ、これ。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。何も起こらない。どうしよう。わかった。絶対わかった。いや、お前だ。お前の位置だ、これ。なんでこの部屋さ、トラップドア4つあって、一面だけにこのマークがあるのかって。お前を正面にしろってことだろ。だから、これ書いてあんじゃん。これを正面に見た時のこれだから、ちょ、わかるかな？こう見るんだよ。だから、あ、これオフってるじゃん。あ、逆っすね。ここが、全部ついてて、わかんなくなっちゃった。ランプが普通にわかんない。あ、全部ついてない。3つか3つ。3つ3つ3つ。こうなって、あ、これオンでいい。だから、ここが違う。逆逆逆逆。ほら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 、ほら、来た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 。そういうことでしょ。あ、完璧完璧完璧です。リンゴちゃん出ちゃった。だから、これも、この部屋なんだっけ、もう一個一個全部見なきゃいけないじゃん。難しいかもしんない。え、これさ、噛んでいけない？要はこれをさ、回転させればいいだけでしょ。はい、完璧。噛んでやったらできた。あ、F。待って、文字になってる？なってなさそう。で、あとはここの部屋。まあ、ここの部屋も回転させるだけでよくね。この部屋はめっちゃ簡単じゃん。ここ？はい、来たー。認証完了。この部屋の扉を開放します。どの部屋？どの部屋の扉開放された？あ、ここの部屋の扉が空きっぱになるってことかな。行き来が楽になるのか。まあ、じゃあ順番にあそこ見てみようか。で、今正面開けたんだけど、こっちはランプの部屋。あ、空きっぱなしになってる。そういうことね。はいはいはい。で、多分全部、あ、わかった。全部謎解くと、あの上のレッドストーンランプが起動するんだ。あ、ちょ、シフト押しちゃダメなんだ。見づらいと思うけど、左から赤、アカシア、ダークオーク、なんだっけ、青。青い部屋。青い部屋なんでランプついてんだ？だから4つの部屋にある謎を全て解決しろってことっしょ。あ、これ何もやってなかったじゃん。そういえば。何これ。ボタン、え、ボタン押すか。あ、ボタン押すとトロッコ出んじゃね。あ、出た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 。あ、楽しそう。回ってる回ってる回ってる。これでレール変更して帰った。え、どうしたらいいんだ。あ、なんかついてるよ。あ、わかった。このアクティベート、ちょ、お前さ、うるさいから止まってくんね。アクティベートレールっていうのがあって、このレールを踏むとランプがつくんだ。止まっちゃったのはまずくね。止まっちゃったんだが。あ、出た出た出た。だから全部のアクティベートレールを踏んでねってこと。こういうことか。あ、一定時間で消えちゃう。